どうも、空中分野の稲田です。森下完封勝利ちょっと昨日ね、大学の飲み会で、今、この時間に動画を上げてるんですけど、素晴らしい森下 !9 回投げて91球、マダックス完封勝利ということでね、前回登板の西武戦では5回投げて5失点そんな悔しいピッチングだったんだけれども、その悔しさを晴らしたような素晴らしいピッチング。まあ、言うても前回もね、5回に5失点っていうところで、その4回まではめちゃくちゃいいピッチング続いてた中での、まあ、ちょっと崩れたみたいな感じだったんだよね。素晴らしいピッチングを見せてくれました。しかも打っても3安打猛打賞ということでね、今シーズン2度目の猛打賞、打率も驚異で4割2分9割打ちすぎ松田での打率もね、5割超えという、いや素晴らしいね、本当に本物の二刀流だね森下。で、打撃陣もね、二股のタイムリーエラープラスで翼のタイムリーと、翼もようやってる。翼がスタメンマスク時の勝率なんと7割超えというね、翼がスタメンキャッチャーだったら負けないというカープ。7割超えはすごいなと。やっぱりね、ベテランならではのその配球だったり、あと、ピッチャーとのコミュニケーションとかしっかり取れてるっていうのが現れたような数字だなと思いましたね。で、その翼も打率こそ1割台なんだけど、得点圏を3割超えということでね、チャンスでよう打ってる。で、松田での打率も3割8分というところで地元に強い翼。いやー、素晴らしい。3対0ね。前回のドラゴンズ戦でね、負け越して、このままずるずるいかないかなって心配だったんですけどね。しっかりと、ヤクルト初戦取ってくれて。で、今日は栗っていうところでね。なんとか今日の栗にもいいピッチング期待してます。はい。はい、ということでね、ナイスゲームでした。ということで、今日も一日頑張りましょう。森下命かけた勝負の舞台、恐れずに進め。